もマジシャンのしゅんです。ゆういとです。はい、今回もゆういとくんに来ていただいてマジックをやってみたいと思います。はい、さあそれではですね、今日はトランプを使ったねマジックをやってみたいと思います。はい、前回はカードケースを使ったバランスマジックをやってみました。今回はカード当てに挑戦してみたいと思います。はい、カードケースのバランスをやった後にやるマジックです。一組のトランプがあります。バラバラでーす。はい、バラバラでーす。 OK で、よく混ぜます。さあ、このカード使いますね。そしたらいいですか、こんな風に置いていきます。置いていくので途中ストップしてください。ストップ。これでいい。このカード見て覚えて。覚えた。じゃあね、カメラさんね。はい、はい、こちらでーす。はい。さあ、このままね、混ぜちゃいます。ぐちゃぐちゃにします。さあ、もうどこに行ったかわかんないですね。ここからです。当てます。この中にあります、ね、当たり前だねはい、さあどこにあるかな、どこにあるかな。さあ見つけていきますよ。多分ね、顔見ればすぐ分かる。顔見れば分かるからね。これかもしんないね。いや、これかもしんないな多分これっていう線もあるけど、いやか、うーん、まあこの辺かな。この辺だと思う。この中にね、あると思います。もちろん、ちなみにこの中にはないよね。お、じゃあこの中にあるぞ。この中にあるぞ。オッケー、わかりました。さあ、いいですか。1枚ずつ見せる。あってもあったって言っちゃダメよ。ダメよ。いくよ。5枚。じゃあこれですかって聞くから全部家で答えて。いくよ。これですか。いいえ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 。おお、嘘がうまいなさあ、今のね、声質でわかります。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。さあ、ですか。多分これだと思う。見える。見えない。見えない。これね、ふってやるね、消えちゃう。ということはね、選んだカード、これ違うね。違う。これも違うね。違う。これも違う。違う。あれと。え？選んだカード、ちなみに何だった？スペードの2。スペードの2。ここにはスペードの2がないですね。ということは、あっ！ちょっと見づらいけど、スペードの2は中に入っておまじないかけてあげると、じゃ。見えないね。はい、ちょこれ。スペードの2が間から出てきました。というわけで選んだ方、スペードって大きな拍手でーす。イエーイ。はい、ありがとうございました。はい、というわけで今回はカードマジックを1個やってみました。この後一緒にマジック教室でやって実際できるかを検証してみたいと思います。イエーイ。はい、というわけで次の動画もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンお願いね。はい、マジシャンのしゅんでした。またねー。ゆういとでした。バイバイ。チャンネル登録お願いします。グッドボタン押してね。